皆さんこんにちは。我が魂の賛美シーズン2へようこそ。ニューホープ横浜の牧師をしていますサンタンこと山口武晴です。今回はですね、また先週に引き続いて、特別な今をときめくアーティスト、今日本中世界中で大活躍して用いられている魂の熱い、賛美リーダー長澤隆文さんをお招きしています。先週に引き続いて今日もありがとうございます。ありがとうございます。はるばる北海道から、はい、というかこの前は実は九州だったんだよね。そうです ね、もう今日本中、はい、世界中飛び回っていますけどもね、はい、さあ、今週はですねもうたっぷりこの長澤ワールドですね、皆さんに長澤ワールドって言っちゃいけないかもしれないけどもお届けしたいなと思っています、ね、どうですか、はい、タラちゃんからは。そうですね、僕もちょっとこの番組今までそんなに、どんな感じなのかよく分からなかったんですけども、もうなんか僕は本当に賛美したいだけ、本当にイエス様のことを本当に礼拝するのがもう楽しくてしょうがないんで、あの聞かせれる歌を別に歌えるわけでもなかったんで、こういうスタイルは今までなかったかもしれないですけども、今日は本当に皆さんちょっとあのいつもと変えてですね、本当に共にこれからの時間主を自由に礼拝し祈り、また知ってる歌下の方に歌詞が出るんで覚えたらですね、本当にその歌を共に歌って本当に自由に主を礼拝していく、主と賛美と礼の歌を持って主を褒めたたえていく、そのような時間をですね一緒に持ちたい、もうだからなんつうんですか、画面越しの祈りの集会みたいな感じになったらいいなと思ってます。はい、はい、ですから今日は今から3曲お届けしますとかっていう形じゃなくて、もう自由に導かれるままにタカちゃんが賛美をリードしてくれますので、番組をご覧の皆さんもですね、立てる方は立って、あるいはひざまずきながら、あるいは踊りながら手を挙げながらですね一緒に賛美し、そして祈りを捧げていただきたいなとそう思います。注ぎあなたのものとなるため主よ満たして私のすべて捧げ、注ぎあなたのものとなるため、主よ満たして私のすべて捧げ、私のすべて作り変えてゆく、油注ぎあなたのものとなる、
を満たして私のすべて捧げる。御霊の油注ぎ止めどなく私のすべて作り変えてゆく。御霊の油注ぎ主の血潮と油注ぎ我らを王である祭司とする。祈りのこと賛美の生贄絶え間なく捧げる時、主の血潮と油注ぎ我らを王である祭司とする。祈りのこと賛美の生贄絶え間なく捧げるとき、点でなされる礼拝、今この地に主の
Thank you.
なんと美しくしたわしい好みもこの心もすべてあなたのもの私の愛する方なんと美しくしたわしい好みもこの心もすべてあなたのもの花嫁は待っています花婿が来られるのをいつの日か顔と顔を合わせ御そばに行く日まであなたを愛していますあなたのすべてが愛しい心尽くし御霊も花嫁も待ち望む来てください花婿主イエスよ私の愛する方なんと美しいしたわしい好みもこの心もすべてあなたのもの花嫁は待っています花婿が来られるのをいつの日か顔と顔を合わせ御そばに行く日まであなたを愛していますあなたのすべてが愛しい心尽くし御霊も花嫁も待ち望む来てください花婿主イエスよあなたのすべてが愛しい心尽くし御霊も花嫁も待ち望む来てください花婿主イエスよ来てください花婿主イエスよー
がとうございました。いや素晴らしかったですね。そしてまたね、たかちゃんをサポートしてくれた今日のピアニストペイ君もね、はい、素晴らしかったですね。本当に油注がれたピアニストですね。うん、本当そうだよね、はい、実は彼もね前番組にね出演してもらったこともあるんですけどね。あ、そうですか。こういう形で番組をご覧の皆さんもね、まあ、番組を見てるというよりは一緒に賛美し、うん、一緒に礼拝をするという、ね、ことができたんじゃないかなと思うんですね、うん。まあ、ぜひここで終わらずにですね、皆さんの生活が本当に賛美と祈りにあふれた生活になってほしいなと、そう願っていますけれども、番組をご覧の皆様に最後、たかちゃんから何かありますか？そうですね、本当に私が皆さんに勧めるというか、私が皆さんに本当に伝えたいのは、主は本当に、私たちが心を注いで主を求めていくとき、主を探し求めていくとき、御顔を主体求めていくときに必ずそこにいてくださるということ。本当にダビデは、主の臨在をとにかく愛し続けたんですよね。彼はその人生の中で本当に荒野の匂いと、ホラーな匂い、洞窟匂いとひたすらその主の臨在を愛し続けた、それが本当にダビデの幕屋として、立て直されていった。だから実は本当にそれが立て直されるのはまず私たちの心、私たちの内側だと本当に信じてます。だから本当に主の臨在を求め、いつでもどんな場所でも主を探していくもの、そのような本当にものになっていってほしいと、皆さんに本当に、私自身もこれからさらにそうなっていきたいし、皆さんにも本当にそのことをですね、進めたい、そのように思います。そして本当に、今若い世代の中ではですね、本当に主の臨在を愛し、もう殺風景なところででもですね、もう全然かっこよくない場所というか、照明とかそういうの本当にかっこよくなかったりとか、またフルバンドも揃ってなかったりとか、そういう全然ピアノとギターだけみたいなところでも本当に主の臨在を愛して礼拝を捧げていく若者たちが日本中では今起こっていってるんですね。そのように私たちが何よりもイエス様ご自身を味わうということを人生の喜びにしていく、そのような、皆さんにもですね、そのような礼拝者となってほしいと、心から、願ってます。そして本当にそれが満ちていくときに日本自体がですね、本当に変えられていくことを信じます。天が本当に開かれて、この国によって天と地が一つになっていくこと、それを、一緒に体験していきましょう。アメン、アメン。たかちゃん、今日はありがとう。ありがとうございました。って感じします。番組をご覧の皆様、ぜひこの番組に対するリクエスト、ご意見、ご感想をですね、番組のホームページあるいは電話ファックスでご意見をどしどしお寄せくださいますように。それではまた次回の我が魂の賛美でお会いしましょう。皆さんの賛美の生活がいよいよ豊かなものとなっていくことを願ってお祈りしています。 God bless you。 いや、たかちゃん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。